管理しやすい形に整えようかなと思って、植物を間引きする限られた空間で育てたものは管理しやすい。おはようございます、金井隆二です。ガーデンリメイクということで来ました。今回はですね、ちょっと敷地は狭いんですけども、いろいろ奥様の方が植物が大好きで、まあいろんな種類の植物を、まあ、植えてきたんですけども、それがちょっと成長がしすぎちゃって管理しにくいっていう形になりましたから、植物が多く植えすぎちゃってちょっと悩んでるお宅に参りました。はい、それをちょっと我々の方で管理しやすい形に整えようかなと思ってまいりました。で、やはり植物を楽しみたいということもあるんで、まあそういうことをちょっと加味した上で計画してあげようかなと思っております。はい、側面もフェンスで囲われてるんですけども、まあそこに植物を植えているんですけど、フェンスの間に植えちゃってますから、どうしても管理しにくい部分がありまして、まあ逆に道路というオープンスペースを活用して手入れのできるような形にちょっと作り変えてあげた方がいいかなと思っております。はい、じゃあよろしくお願いいたします。施工場所としたらこちらになります。なんかこれはもうごくどこでもある一般的な境界にフェンス、まあこういう部分にもいろいろと花は植えてあるんですけども、やっぱりちょっと管理し手入れしにくいっていうこの寒さ。そう、リステーションもお客様の方が自分で作られたやつですから、結構自分で作って楽しむられてる方ですから。そうですね、ここだけでちょっとホースを延長するのも大変だと。だけどやっぱり道路に関してはこんだけのオープンスペースになってますから、ここを活用すればいいのかなとは思ってます。もっとこっちから外から道路から管理しやすい、手入れしやすい形にし合えば便利だ。だからフェンスは一応取っちゃいます。で、室外金属だけは巻くような形で、だから一箇所、まあこれが道路から見て花壇っていう形のスペースにしてしまえば結構楽しめる。まあちょっとこのブロック塀なんかもちょっと化粧して、ただ花を植えてあるだけですもんね。だけどやっぱり外から見栄えがいいような、そういうちょっと演出したいと
という感じですね。はい、ここが一応中庭になります。まあ、デッキとかなんか全部これ奥様の方で手作りで作ったものらしいです。非常になんか自分でやるのがお好きな、だからいろいろアイデアを起した形でこうプランター、このような感じで、ここは一応ちょっと雑草とかなんか手入れはもっとしやすいようにということで、で使えるものを植物は使って、で枯れてるやつはもう小さくするものは小さくしていくという形になります。でちょっと大きくなってお隣に落ち葉とかあるいは結構落ちてしまう、迷惑かけてしまうというの考え方もありまして、できるだけもうちょっと植物は小さめのものっていうか、うん、取っちゃいます。ちょっと植え替えしていきます、この辺も。で今脇からこう出ちゃってる部分も全部取っちゃ、葉の部分も取っちゃいまして、まあ生えないようにちょっと工夫するような感じに取っていきます。そうなんですね、まあ年齢的にもあると思うんですけども、若い時とかああいう時には結構ね動けますけども、だんだんちょっと木も成長してくるし、高いところはもう切れなくなるし、そういう部分で植物をやっぱり間引きするというちょっと減らす傾向が多くなってきますね。はい、そうですね、やっぱり好きなものはまあちょっと限られた場所空間で育てたものは広げちゃうとやっぱり成長するんで、大人にとって身分の境とか植えるとやっぱり落ち葉が落ちたらないなって気苦労植えた方がしちゃうんで、まあ、そういうことも含んだ形で一応整理、自分が管理しやすい動線で作り変えたものがよろしいかと思います。はい、まあ一応植物を整理してもっと広々とした形の、まあ、雑草が生えないような感じで、まあこういうのは引いてありますけど、これ引き直して形で使っていこうかなとは思ってます。こういう椅子ゴロタ系の石なんかもちょっと旅行なのでいろいろ集めてきた石だって言ってましたから、こういうのもやっぱり思い出があるんで、むやみにちょっと始末するっていうよりどっかにちょっと使うとか、思い出があるようなものはちょっと掘り上げて一時で後でまたどこに植えるかっていう形を決めたいと思ってます。これはこれの味合いがありますけども、管理がしやすいような空間にしたいと、こちらの方から全部植物整理をしていきます。
よし。仕事でいいこと。もう腐ってね。全部上だけ出てちょっと深刻になって下がっちゃうということでいらないっていう感じで、ちょっともう追いかぶさりすぎちゃってもういらないっていうことで、このパワフラ作った時に入るうざみたいなイメージでやられたと思うんですけど、ここになっちゃうとね、大体もうこれで、おにぎりだけはちょっと小さくしますけどね、せっかく奥さんの作ったカラーも再開して、一応ここをちょっと整地して整理して形に、しちゃいます。ね、ベルリーレンガが出てくる。ベルリーレンガと伊勢ゴロと、あとこの辺円盤丸の色紙を、こういうので雑草をすごい防いでたんじゃないかな、引いて。まあ見栄えもいいからね、これね。これで一応全部取って、で出てきたこう材料において、花壇、ちょっとちっちゃい目の花壇を使って花台作ったり、まあアプローチ、この石を使ってグラウンドに貼っていきます。